映画について、広めていただきたいと思います。またあの SNS じゃなくても映画も。お忙しい中お越しいただき本当にどうもありがとうございます。塔という点になり、それが線として描かれて、曲線として描かれて、あ、これからの人生も僕はスクリーンに捧げていきたいと思います。ね、ありがとうね。本当に恥ずかしがってますけど、きっと素晴らしいね、あのエキストラたちについて、広めていただきたいと思います。またあの SNS じゃなくてもね、いろんな周りの方。それではお時間が、そして取り方取りながらでいいんで、一つ聞いてもらっていいですか。ありがとうございます。あ、後ろで手を振ってくれてますね。ありがとうございます。